水道古墳は、兵庫県天ヶ崎市水道町にある古墳。形状は、前方公園墳。史跡指定はされていない。出土品は、天ヶ崎市指定有形文化財に指定されている。兵庫県東部、向川左岩の中石定地に築造された古墳である。水道、須佐の神社境内に所在し、これまでに神社造営の際に墳丘が改変を受けているほか、 1962年に甘崎市教育委員会による調査が実施されている。墳景は前方五円形で、かつては前方部を南方向に向けて、墳丘町は約60メートルを測り、墳丘周囲に幅約20メートルの集合がめぐるとされたが、近年の発掘調査では、前方部は南南西方向を向くとされ集合は認められていない。 紛球表面で吹き石、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、公園部における粘土角で、ヒの木材の先丈形木管を粘土で被覆する。粘土角は、長さ約7メートル、幅0.7メートルを測る。木管の内側には、種が塗られており、管内からは、人骨の他副葬品として、三角円新住居、鉄製工具などが検出されている。 この水道古墳は古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。三角円新住居の出土及び同伴関係から築造背景として大和王県や瀬戸内海の海上交通との関係を示唆する点で重要な古墳である。出土品は1985年に甘崎市指定有形文化財に指定された。現在では、墳球場に 水道古墳保存館が建てられ、主体部の様子が再現されている。1962年の調査で館内から検出された副葬品は次の通り、以上のほか、館外から弾きつぼが出土している。大井戸古墳、ありがとうございます。